毎日20時、今日は香川のグルメのお時間にします。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日の動画で合計371店舗目のお店の紹介となります。ということで今日は讃岐うどんではなく香川の定食屋さんの紹介をさせていただきたいと思います。それでは今日向かっているのは香川県高松市にあるおけいちゃんの方へ向かっていっております。それではこのおけいちゃんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.40 点、そして Google の点数が 4.3 点となっています。営業時間が朝は早朝6時から10時までで、お昼は11時から13時まで、ただしなくなり次第終了です。定休日は毎週水曜日、日曜日、そして祝日となっています。駐車場は海町商店街のを使っていいのでとても広いです。最寄り駅は昭和町駅で850メートル程度。おすすめは朝のおけいちゃんです。早朝6時に開くので仕入れたばかりの新鮮な魚が食べられます。飲食ブログうどんは別腹のデブ吉さんと来てるんですが、あまりに好きすぎて毎週木曜日に更新されてます。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。注文なんですけど、朝営業の時間は単品の組み合わせとなります。ランチの時はおかずを選んだらセットになっているので好きなのを選んでください。はい、ありがとうございます。メニューは仕入れで変わるので全て日替わりとなってます。この日は朝に生カツオを仕入れたということなので、ご飯とお汁も一緒にいただきます。カツオのたたきとご飯対味噌汁で。じゃあ すいません、僕も、生カツオたたきと、あとご飯ちっちゃいんと、お味噌汁、はい、お願いします。店内はこんな感じになってます。なんだかタイムスリップしたようなとても懐かしい雰囲気のお店で、カウンター席、奥にはテーブル席があります。それないですか？はい、でもちょっとご普通で小が長くてね。あ、そっか、これ一生で手が大カウンター席の台に置いてくれるので下ろして食べていきましょう。いただきます。はい、どうぞ。
この日は朝一ではなかったんですけど、それでも全然美味しい生カツオのたたきでした。カツオって足が速い傷みやすい青魚なので、レトアレドこういう風に生で食べれるのって珍しいです。生姜に玉ねぎにポン酢で食べるのが、臭みも全然なくてさっぱりして美味しかったです。早朝6時に来てたら、これよりももっと美味しいのが食べれたって考えるとほんとすごいです。そんな鮮度がいいの食べたことないです。やっぱり皆さん新鮮なのを狙いに来るのが多くて、開店6時ですぐ満席ってこともあるみたいです。そしてこれがデブ吉さん一押しのお汁。もううどん屋とか行き尽くした。いえいえ、全然まだまだです。そうだ、まだ多分半分くらいかもしれません。ほんま魚のつみれも入ってるんですよね。行き尽くしたんかなこれも青いですね。お味噌汁甘くて美味しいですね。白味噌。魚のつみれが入ってるんですか。うん、山里のちくわのこと。はい、うん、揚げたら天ぷら、蒸すとかまぼこ。なるほど、うん、美味しいです。バーベキューで、これをあ、バーベキューで焼く。何でもありってことですねおけいちゃんのすぐ近くに矢野商店さんっていう練り物屋さんがあって、専門店のだから間違いないですよね。白味噌仕立てでコクのある風味とさっぱりとした甘みの香川っぽい優しくいただけるお味噌汁でした。もし動画にしてほしいっていうお店の方や行ってほしいお店がある方は、ぜひ概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画を見て定食食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。友達や同僚に魚介好きの方であったり香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画のことおすすめしていただけると助かります。それでは最後の一口いただきます。次に来るときは朝一でこれ以上ないっていう新鮮な魚をいただきたいです。ちなみに売り切れたメニューは黒板から消されるので、それで判断してみてください。デブ吉さんがおけいちゃん好きすぎるので、もっと詳しくは概要欄の方に載せてあるうどんは別腹っていうブログの方を見てみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。じゃあ、850円です。はい、どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。何も言えなくて黙ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さ、競争した。